どうも、ジロアンレーシング代表の小林俊介です。一雪降って、今日は相当冷えましたよね。僕白馬でレッスンしてて、足が冷たくてどうにもならなくなることってほぼなかったんですけど、今日はさすがに寒かった。もうかかとの感覚がなくなってですね、もうこのままだと本当に凍傷になっちゃうなっていうぐらい、だから本当マイナス10度ぐらい行ってたと思うんですよ、日中で。で、突風がね、時折吹いて、で、生徒さんとこう話してるじゃないですか。こうです、ああですって説明をしてて。だけど、突風がすごすぎて、相手の顔が見えなくなるぐらい、一瞬真っ白にホワイトアウトしちゃうみたいなね、そんな状況だったんですけど、今はね、夜、今何時だ ?9 時ぐらいですか?なんだけど、もう星は出てて、でも相当冷えてますね。この感じだと明日朝一は最高の晩になるのではないかなと、今からちょっとワクワクしております。さあ、最近YouTube とか、リアルでのレッスンもそうだし、そこでの、SNS とかもそうですね、コメント欄にね、例えば僕外交っていうものをねずっと提唱してきて、やってきたんですけども、要はそれを軸にね、外交っていうもので滑りをこう構築してくるというか、でそれに対して最近は内向ローテーションっていうものを、言い始めてると。でやっぱりね、本当にここ難しいなって思うのは、前言ってた動きとちょっと言ってること違いますよねっていうようなところっていうのはやっぱり出てくるんですよね。本当にもうそれっておっしゃる通りで、言ってること逆なんですよ。そもそも外交とローテーションが全く矛盾する動きじゃないですか。でこれに対して僕はすごくやっぱりそのコメントに困ってしまう部分っていうのは結構あって、本当にね、言ってることはおっしゃる通りだっていうふうに思うんですけども、そもそも僕、結論を言うとですね、一流のスキーヤーとか、何でもそうなんですけど、世の中にある一流のものっていうのは、矛盾をやっぱり融合してる人のことを言うと思うんですよ。矛盾を融合したスキーヤーであり、矛盾を融合した、例えばその製造業だったらなんかものであったりとか、今までそれとそれは絶対にプラスとマイナスで、全く違う要素ですよねってものを一緒にしてしまう。なんか僕のね、友達にですね、鉄職人の方がいるんですけども、鉄職人の方なんですけども、その鉄を溶かしてね、いろんなアートを作る人なんですよ。で、そのアートを作るっていう腕前も、もちろんすごいんですけども、その方はガラスも溶かして、いろいろ加工する技術があるんですよね。でその方は何がすごいかっていうと、鉄の中にガラスを、埋め込んでアートを作ったりする人なんですね。で、アクセサリーだったりとか、オブジェとかもそうなんですけども、でこれ何がすごいかっていうと、鉄が溶けるあるいは固まる温度と、ガラスが、溶けて固まる温度っていうのは基本的には違うんです。その膨張率も全てですってなってくると、要は鉄を溶かして加工した後のサイズと、その中に例えばガラスのね、そのなんかビー玉みたいなのを入れて固まった時にガラスが割れちゃうんですって、その違いで。で今までそれは不可能と言われてたんですけども、それをやってしまう職人がいるんですね。要はやっぱり一流で居続ける人ってこれを融合してるんですよ。で僕もやっぱり、外向と内向のこのローテーション、矛盾のを融合した人っていうのがやっぱり一流だと思うんですよね。でここでやっぱり最近レッスンをしていても思うし、コメント欄で返信していても思うんですけども、本当にここでね、確かに言ってることは前とはちょっと違うんです。でもこの感覚で、自分の中の感性に、やっぱりその刷り込んでほしいものっていうものは全部なんですよ。要はその今まで いろんな種目で基礎練習とかねやってきた、でその基礎練、例えば一つの基礎練習で、学んでほしいことっていうのはやっぱりこういう感じっていうのは一つあるんですよね。でそれに対してそこで学んで、やっぱり、別のさ、基礎練習をやった時にさっきと言ってることがなんか喧嘩してしまう、感覚が喧嘩してしまってうまく感覚に入らないって人ってやっぱり山ほどいるんですけども、その中で、お勉強したその感覚、
自分が手にした感覚っていうのをどの状況でどのように入れていくかっていうところが本当にやっぱり難しいんですよ。それこそここには個人差ってものがやっぱ生まれてくるんですね。なのでやっぱり教えていてすごく難しいのは、これカリキュラムとしてステップ1はこれ、ステップ2はこれっていう感じでマニュアル化をして、すごく見えやすい形でそれを皆さんに提供するっていうのがものすごく難しい職種だなっていうふうに思うんですよね。やってほしいのは全部なんです。だから、例えばその雪の状況、斜面とかそのシャドウですね、あとはスピード、そんなことで、刻々と、まあ、あの状況が変わっていくスポーツなんですよね、スキーって。で振り幅もそうですよね。でそうなった時にやっぱりそのとっさの時に、あこれっていう風に自分の中にあるかないか、それまでは全く使うことがなかったのに、とっさの、例えば速い動きの時に出てくるもの、その使う道具っていうものは道具箱に絶対入ってなきゃいけないですよ。なので一見矛盾してるんだけども、そういうものがどれだけ引き出しの中にしまってあるかっていうことが結構その自分で成長するって意味では鍵になってくるってことなんですよね。まあ、本当になんかそういうのをものすごくやっぱり感じて最近はこうレッスンをしてるんですよ。で基本的にはですね、やっぱり自分の中で大体はありますよ。それあの YouTube でいろんなことを発信して、メンバーシップの動画でもあの大体こう一から積み上げていくみたいなことは当然あるんですけども、基本的に僕レッスンに出てくときはほぼノープランで出てくるんですよ。っていうのはもう本当にその朝お客様に、会う生徒さんに会って、でどんな感じ今日っていうところまでは何にも考えてないですね。で朝とりあえずウォーミングアップで、1本滑りましょうっていうことで、まあ、アップで1本行くんですけども、その時にあなるほど今日こういう感じねっていう、それはもうメンタル面も含めてですよね。やっぱり寒くて、あもう心すでに折れてんなっていう感じの時は、やっぱり折れないようになんかやる気が出るような、アドバイスとか接し方に変えていくし、やっぱりそれは年齢もそうですよね。小さなお子様だったらもう痛いとか寒いとかっていうのはもう絶対にあの感じさせちゃいけないんですよ。その時点で完全にアウトですね。だからそれを感じさせないぐらいの、何か別のものを見せ続けなきゃいけないっていうことがすごくやっぱ求められるし、それは結構大人の方も一緒です。いつも言ってるように、いつも投げている球がそのあるべきタイミングでキャッチできる場所にうまく投げてキャッチさせてあげるってことがやっぱりすごく大事なので、基本的には僕ノープランで出てくるんですよ。で1本滑ってみて、で今日どんな感じですかって話を聞きながら、あなるほどねっていう、あの本当にね、さあ何やろっかなっていう感じで頂上で、バックルとか締めてるじゃないですか。でその間に思いつく感じですね。でそこでのコミュニケーションっていうものでの中で、あこれってやっぱりね、いちいちひらめきなんですよ僕って。ここはあそれだったらこうやろうっていう、だから僕もあのこういう練習をしてみたらいいんじゃないかなってその場で生産してるっていうことも結構あるんですよね。だからちょっと僕練習させてもらっていいですか、うまく伝わるか分かんないんでみたいなことって結構あるんですよ。で 2,3 ターンやって、ああこういう感じ、じゃあここから本番です、ここから、見本を見せますみたいな感じでやることっていうのは結構多いんですね。なのであの基本的にはやっぱりそのマニュアル化して見えやすい形にするっていうのはあのものすごく大切なことではあるんですけども、やっぱり僕は基本的にはほぼ出たとこ勝負なんですよ。そのタイミングであるべく人に会ったように、その自分のノウハウを提供するっていうことがすごく大事になってくるんですよね。ただその反面、まあ、今日ちょっとお伝えしたいのは、結構このスキー業界で、まあ、あの僕はレッスンという形でこれを生業にサービスを提供している、それでお客様来てもらう中にはですね、結構 IT 業界の方で、あの IT を生業として仕事にしている方っていうのが結構やっぱ多いんですよ。でね、今日まあ一番のお伝えしたいところは、この IT の方のアドバイスって僕にとってはすごい貴重なんですよね。なぜなら今世の中で一番求められている職種じゃないですか。やっぱりこの本当に、例えば僕は夏は野菜を作ってますけども、レタスとかね、そのまま葉物の野菜をメインにいろんなものを作ってるんですけども、もう 食材っていうのはもう溢れかえってるんですよね、この国では。でまあその中で
価格が下がってね、そうするともう大量生産型に走って薄利多売でいろんなもう苦労しながら最終的にその場にで立ち続けた人がこう勝ちであるみたいな、まあそういう世界なんですけども、 IT 業界っていうのはまだまだやっぱり人材が足りてないんですよね。でこれからもどんどん足りなくなるし、一番今日本に求められている人材であり仕事のまあジャンルなんですよね。でそういう方がやっぱりその意見っていうものを、要は篠介さんこういうサービスあるんですよとか、今こういうアプリがあってとか、なんかそういう風にアドバイスしてくれることってすごく可能性感じるんですよね僕。これはね本当になんか自分の中で一番こうスキーの次に、まあ、勉強しなければいけないというか、いつもこう感度よく人に接したりとか、いろんな情報をやっぱ収集していかなきゃいけないなっていう風にはいつもすごく思ってるんですよ。っていうのは自分のメインコンテンツであるスキー、それもテクニックとかね、いうそのコンテンツっていうのは誰かこう発信することによって誰かに届いてないと意味がないんですよね。要は価値がゼロだってことです。やっぱり僕がどれだけ高いクオリティでレッスンができていても、それを発信して誰かに知ってもらって、で心が動かして心が動いてレッスンに来てもらう、要は物理的に体を動かして、八歩まで来ていただくとかね、あるいはメンバーシップに加入してもらうとかっていうことで、初めて価値がというかお金が初めてそこで動くんですよね。っていうのは僕何が言いたいかっていうと、要はその人の心を動かすってことが全てを動かす始まりだってことです。なのでこの IT っていう、まあ、ツールですね、まあ、SNS とか YouTube とか、まあ、TikTok もそうですよね。いろんなサービスがメディアがある中でどのプラットフォームで何を発信していくかっていうことが僕本当に重要なんじゃないかなって思うんですよ。でこの IT 業界の方の意見っていうのは本当にやっぱ貴重なんですよね。やっぱりこのスノー業界って遅れてるなっていう部分は結構僕あるなって思ってるんですよ。それは例えば、夏はサーフィンすごくやってるんですっていう方がレッスンに来て、でやっぱりその人はサーフィンのサービスも同時に1年間受け続けてるんですよね。でサーフィンをやってる人はもうこういうサービスの発信の仕方でこういったマネタイズ方法で皆様に365日需要に応え続けてますよみたいなことを言ってくれるわけですね。やっぱりここを押さえとかないと本当にこのスキー業界の裾っていうのは広がっていかないよねっていうふうにものすごくやっぱ思うんですよね。やっぱり今そこでの知識っていうものがすごく求められるし、たまにその篠介さんの発信の仕方すごい上手ですよねって言われるんですけども、実はこれ僕結構勉強してるんですよ。いろんな人の意見を聞いたりもそうだし、本も読むし、インターネットで調べるし、 YouTube も見るし、まあ、そういったことで何をどういうふうに発信したら届くのかっていうことでやっぱりそれを言語化してるっていうのが今僕がいつも日々やってることなんですよね。でそういったことをやっぱり選手自身プレイヤーとしてもそれを学ぶべきだと僕は思ってます。例えばインスタグラムで自分の素振りを毎日更新するっていうのもそれは一つすごく大事なんだけども、特にプロの看板を下げてプレーしている選手にとってはやっぱりそこで何が目的なのか、どんな人にそれを届けたいのか、そしてどんな人にの、心を動かして何が、自分のもとに必要なのかっていうのは、結局プロというのは、まあ、企業がスポンサーについてほしいとかね、いろんなことがあるじゃないですか。だから自分のことを応援してくれる人っていうのを集めたければ、そういった自分がチャレンジしてる発信に切り替えなきゃいけないですよね。やっぱりその人間って本当に隅々までいろんな感情がある中で何を出していくかっていうことによっても全然変わってくると思うんですよ。だから僕が挑戦挑戦って言ってるのもそういうことなんですね。結局はやっぱり挑戦するっていう姿勢に本当に人が集まってくるし、本当に今回もね、ゴーさん20ドル、海外にお住まいなのかな、20ドルの、投げ銭本当にありがとうございます。20ドルって今もう2500円ぐらいですか、円安だから本当に助かります。なんかゼロマネーシングの活動に役立てていきたいと思うし、これも一種の応援してくれるっていうことで心とお金が動いているってことだと思うんですよね。なのでなんかそういったことでやっぱりプロとしてやっていきたいんだったら、スポンサーの集め方、要はどうやったらスポンサーが集まるのか、自分が世の中にとって需要としてやっぱりそれを
受け取りたいという、その人に注目するというね、何かがやっぱりどうしても必要なんですよね。今本当に様々な人と触れ合う中で、今なんかこの業界を挙げてですね、これはスキーだけじゃなくてですね、思うことというか、その教えてくれるってことは、プレイヤーと契約するメーカーが少なくなってるってことです。まあ何が言いたいかっていうと、例えば、スキーであれば、技術戦に出るとかね、あるいはフィスレースに出てレーシングやるとかね、で要はそこに世の中の需要がなくなってるってことですね。これは企業側もものすごくやっぱり考えた結果、絶対そうなってるはずなんですよ。それだったら面白おかしくやってくれる YouTuber に何かを紹介して、もらおうとかね、そこに広告を打とうとか、広告費がそこに移動してきてるってことなんですよ。だとすれば僕らも発信する内容を切り替えなきゃいけないし、僕がいつも言ってるように、何か自分のね面白いこととか夢を追うには必ずお金を回しつけなきゃいけないっていう現実がやっぱあるわけです。それは選手を続けるっていう上でも全く一緒。やっぱりスポンサーが降りてしまったら、例えばそのオリンピックみたいなビッグタイトルを目指すってなると、年間に1000万2000万って軽くも飛んじゃうわけですよ。でそれを払ってでもプラスになる企業を探さなきゃいけない。だとしたら自分の身の振り方もやっぱり変えていかなきゃいけない。何に時間を割くかっていうのは、そういった発信に時間を割くっていう、その勉強に時間を割くってことっていうのは、僕はもう間違いなく必要なことだと思ってます。でそれをね、やっぱり周りの大人の方が今本当に中学生高校生、昔はなんか携帯いじってると怒られたじゃないですか。だけど世の中の正解がどんどん書き換えられていくこの時代に、携帯もいじれない人はもう仕事にならないよねっていう時代になってきちゃってるじゃないですか。要は本当にそういう昔は正解だったものが今は不正解だってことって山ほどあると思うんですよ。まあ要はそれに対応できる人が頭が柔らかい人っていうふうに言うこともできるのかなと思います。でこれをやっぱり早い段階から、世の中こういうもんだよっていうふうに、周りの方にやっぱ教えてあげる必要っていうのがどうしてもあるよねって僕はすごく思いますね。僕これはもう本当に選手を続ける中でもめちゃくちゃやっぱり思ったことですね。だから僕はずっとこうレーシングをやってくる中で、やっぱりスキー界を見渡してもですね、同級生で早くから技術性の世界に、両足を突っ込んで、そこでやっぱ活躍して、でやっぱりそこでまあスポンサーがついたりとか、スキーを提供されたりとか、新しいウェアを毎年着てたりとか、技術性のやっぱりそのね、スーパーファイナルに出る人はゲーム用のウェアまでついてくるじゃないですか。で僕はそれに対して長野県の一番を張って、全国で毎年国体で入賞してながら、起きながらスポンサーなんか一切つかないんですよ。でこれなんでだと、スキーのうまさだけを競わせたら絶対負けないぞって自信があるんだけども、これは本当に一言で言うと、世の中から必要とされてないんですよね。僕は滑る姿っていうのを見たいって人がいないってことなんですよ。まあいないくはないけど少ないってことです。そこにお金を出すって人がいないってことです。なんか僕もそういう現状初めて突きつけられた時に、あ、もっと大人にならなきゃいけないなっていう、やっぱりその世の中にとっての需要っていうのは、僕がその苦労してね、まあその汗水垂らして練習してきたその苦労の対価じゃないんですよ。世の中にとってはその人そのものが価値があるかっていうところがものすごく重要なんじゃないかなって最近は思ってます。まあ自分のねその夢とかね、まあやりたいことっていうのが大きなお金を生むものじゃない人もいると思うんですよ。やっぱりやりたいことが全くお金にならないんだけど、僕はこれが好きなんだっていうことあるじゃないですか。でまあそれはやっぱり続けていきたいよねっていう、だけどそれにはやっぱりね生活していかなきゃいけないから、お金どっかから稼がなきゃいけないよねってなった時に、やっぱりそういったどうやったら自分のそれを続けることができるのか、夢を追い続けることができるのかっていう、やっぱり勉強をしていくべきなんじゃないかなってものすごくやっぱり思ってます。今本当にこのスノー業界をに身を置いてると、やっぱり他のスポーツ、夏のね、まあグリーンシーズンでのスポーツの、まあ、プロの方の方がやっぱり発信が上手だし、人に求められてるし、そうだな、あでもスキー業界でもあれですよね、ジャンプの小林陵侑くんなんか僕すごいなと思いますよね。
ジャンプのこと全くやらないじゃないですか、 YouTube で。なんかでも多くの人が、まあオリンピックの選手村でどんなものが提供されているとかね、なんかそういったものを知りたいっていうものに対して、オリンピック期間中にカメラ回して YouTube 撮ってるんだから、やっぱ彼すごいですよ。そういった意味でやっぱクリエイティブに動ける人っていうのがこれからやっぱり強いのかなってものすごく思ってます。みんなね、本当にいいものいっぱい持ってると思うんですよ。ただそれを発信の上、あの発信の仕方を間違えると多くの人の心を動かすことはできないし、やっぱりそうするとスキー界の衰退にもつながっていくんじゃないかなって僕は思ってます。まあそんなこんなでね、今日はちょっとそんな風に IT 業界の方と、多く触れ合う機会、もうその IT も本当に日本を動かすような大きなねプロジェクト、もう誰もが知ってるような使用したことあるようなそのツールを開発した人とかも結構やっぱりいろんなことを教えてくれるんですね。本当スキーを通して様々な人に出会うようになったんで、やっぱりそこで僕もね、あの貴重な情報を自分でインプットして、でそれをさらに皆様と共有できたらって思っています。まあ、共にね、これ聞いてる方はスキー界の方本当にほとんどだと思うので、このスキー業界をね盛り上げることができたらいいかなと、僕も微力ながらコツ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 とやっていきたいと思ってます。はい、それでは一雪降って雪崩の心配とかもあると思うんでね、白馬もまあこの後、フリースタイルのね大きな大会があったりすると思うので、バックカントリーとかね入られる方は、くれぐれも雪崩とかね遭難しないように、気をつけて滑ってください。それではスキーライフを楽しみましょう。ゼロワンレーシング代表小林慎之介でした。じゃあまたねー。